八坂神社に来てます。八坂神社は、諏訪の御渡りの神事の関係で、いつも、テレビに出てきますね。で、こちらの、宮司さんが、例年御渡りができる神事ですね。神事を、占うというのが通例になっております。大きな社務所ですね。で、目の前に見るのは、基本的には神楽殿と言われているようなところですね。今日は12月30日に撮ってますので、正月の御火災がすでに避けております。で、八坂神社の由来書いてありますけど、達筆すぎて読めません。大和武尊命と本田明尊命をお祭りしているということになってますね。社務所は非常にでかいというすごい状況です。本殿もかなり大きな方ですね。飾りはやはりいろんなことの関係で棒が走ってますね。しょうがないでしょうね、この辺。基本は握り拍手一礼でございます。八剣ですね。八剣神社です。で、1日の日にはこの御正殿が出れると思います。で、こちらにも本田明尊命と、菅原仏壇に、あと奥井の巫女と琴城の巫女と祀られております。こちらの方が合祀されている神社はちょっと一つ一つはちょっとよくわかりません。書いてないと思います。これ新海神社ですね。新海三社神社になっております。この辺はちょっとわかんないですね。で、こちらがそれですね、大社造りになってますね。で、こっちも裏口みたいな。ここに、ご先祖様がいらっしゃいますね。神様をお祭りしているので、このように分かれているんですね。
回は神仏鉄っていうのがあるんですけど、こちらはお寺がで、こちらは八剣神社の、別寺で、武田信玄が再興しています、武田信玄も結構すごいことしてますね。本来は神社の方が全部向こう側になるんですけど、隣り合わせているので、このような形になっています。武田信玄の好きな方は八剣神社とこのお寺様、ちょっと見ていってください。